ターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、ということで、はい、今回は、はい、こちらに、ね、皆さん見えますかね、何やら浮遊物体が、はい、実は150回目の放送ということでね、はい、ひとえにも皆さんがね見ていただけるとか、あれスタッフのねありがたいご協力があればこそです。さあ、さてさてさて割ってみたいと思います。そうですね、はい、はい、150回を記念して、はい、この靴玉を割ってみたいと思います、はい、さあそれでは、はい、素晴らしいですね。はい、おめでとうと書いてあります、はい、祝150回ということで、はい、いや思えば随分来ましたね。そうですね、早いですよね。早いですね、はい、人生のようですね。そうですね、はい、今後ともぜひよろしくお願いします。さあそれでは今回のテーマは、はい、今日はね恒例の月末ギターは歌う、はい、ということなんですが、素敵なゲストにも来ていただいたので、はい、ギターは歌う素敵な仲間というような感じですね、はい、それでは、はい、早速ご紹介したいと思います。クラリネット奏者の竹川理恵さんです。どうぞよろしくお願いします。クラリネットの竹川理恵です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でまあ、ギターを歌うということなので、はい、まずは1曲ね。そうですね、はい、はい、では1曲をお届けしたいと思います。それではご紹介します。作曲者不詳、クラリネットを壊しちゃったです。どうぞ。はい、これはよくね子供の歌っていうわけじゃないんだけどね、よく歌いました、はい、でも有名な歌ですけど、クラリネット壊れてないですよね。全然壊れてないです、ね、あれは壊れちゃったんで音が出ないという歌ではない。そうなんです、うん、お父さんが息子さんのクラリネットを聴いてリズムが悪いって、うん、リズムをもっと出して頑張れっていう応援してる歌だっていう、でオパッキャマラードっていうので一歩ずつこう頑張っていけよっていうのを応援してるっていう、練習は一歩ずつというね、地道な厳しい世界ですね。はい、そうです。これは日本語でもちゃんとね歌う、世界中で歌ってるんですかね。そうですね、なんかあとポルトガル、ポルトガル、はい、もあるそうで、でそれはなんとギターが音が出ないっていう、ギターの音が出ないっていう歌詞がついてる。面白いですね。それはぜひ発表しないといけないよね。そうですね、でちょっと短いらしいです。あ、そう、原曲は長いんですけど、
ポルトガル、ポルトガル語はじゃあギターと、日本でもそれ入らせてギターね練習させますからね。聞いてみてください今度、ね、はい。実はね、あの僕は中学の時ブラスバンドでクラリネットをやったことがあるんですよ。実はですね、私も中学生の時に吹奏楽でクラリネットをやったことがあるんですよ。じゃあみんなクラリネット仲間、はい、クラリネット仲間あのこのリード楽器って今ね、はいはい、言ってるけど、あのリードがやっぱり扱い難しいですよね。そうです ね、 ね、リード次第でどういう風になるかね、うん、あなたのリードと島田もいいし、わかんないよね。すいません、とてもねリードは大事で、あの、これあんまりねいい話かどうかわかんないけど、だから出番が長いとね、こうリード加えて待ってるんだよね。乾いちゃうから、乾いちゃうから、それで、ね、服近くなったらまたはめてこうやるっていう、だからへそんなことやってんとこう舐めたりなんかするんでね、はい、でもなんかとても絵も言われるね、柔らかい音 で、はいでね、いいですよね。あの音がなかなかやっぱり出なくて、でそれがこういい音だって気づくのにも結構時間がかかりました ね、 最初ね、あの曲の中でピッって音をね、大体あるんだよね。そうですね、加えるとピッって結構鋭い音がどれ吹いても出ちゃったりして、うん、はい、なんかあるでしょ、はい、中学とかっていうとなんか全国大会とかそういうのあるんでしょ。そうですね、コンクールがありまして、私は、うん、あの福岡出身なんですけど九州大会まで行きまして、で残念ながらカラキンだったので、うん、全国にカラキンって何ですかあの金賞、銀賞、銅賞って、うん、まあ、どれかは必ずもらえるんですけど、ね、金賞を取っても必ずしも次の大会に行けるとは限らないんですよ。で、まあ、次もし行ければ全国大会だったんですけど、うん、全国に行けない金賞だったので、うん、カラキンっていう呼び方をしてましたなんか虚しい感じがしますそうですね、なんかちょっと悲しい気はしますけど、うん、僕らの方にはそんなのなかったな。ないですか、うんうん、なんかそういった呼び方あります。私もあの始めたのはブラスバンド吹奏楽で初めて楽器を持ったんですけど、はい、私もあの四国大あ私徳島出身なんですよ。徳島ですか。私も四国大会まで行くような楽団だったんですね。で私の方はカラキンではなくて、はい、ダメキンって言ってました。ダメの金意味がはっきりするとよりちょっと悲しさが増す。カラキンの方がなんかいいなと思って聞いてました。今度徳島にちょっとね、投資をして。今なんていうか変わってるかもしれないですけど。ああ言い方ね、はい、うん。そうですか。うん、僕のところはね残念ながらねあの。はい、優秀な学校ってずっと優秀でしょ代々、はい、でね、でね、隣の学校がすごく優秀でね、僕の学校はもうどうしてもそこに勝てなくて、カラキンも取れなかったですね、はい、デメキンみたいなもんですね一応金ですねそれ一応で僕はそのクラリネットに憧れたのはやっぱあの実は鈴木庄司さんっていうねあのジャズのクラリネットの人がいて、はい、まあそれをあの聞いてやってみたいと思ったの。で始めたきっかけは、始めたきっかけはその前小学生の頃にあの鼓笛隊があって、それで友達にあの最後の半年卒業する半年前に人がいないから手伝ってほしいって言われてシンバルだったんですけどそれは、はい、その時は打楽器 でそれをきっかけにその後中学校に進学した時に音楽楽しかったんでしょうね。なんか、うん、そのままその友達と一緒に吹奏楽部に入って、なるほど、クラリネットをやって。結構多いですよね。その部活やっててね、そのまんまねお仕事って。そうですね。僕もそういえばそうだもんね。部活か、ね。あ、そうですね。そんな感じです。そうです。もう一曲じゃあちょっとね、あ、そうですね、あのその素敵な音をね、はい、聞かせてもらいましょう。はい、お届けしたいと思います。はい、見上げてごらん、夜の星よです。
上げてごらん夜の星よでした。はい、はい、素敵な曲です ね、 やっぱりあの、まあ、夜の星っていうのはあれだけど、ほらあの先月の末ね、あの、はい、皆既月食っていうのがありまして、うんうん、思わず見てしまいましたよ、はい、見ました、見ました、ね、寒くてねでもあのちょっとファンタジックなね、うん、あのちょっと素敵なあれです、はい、まあこれは星のね歌でしたけど ね、 そうですね、はい、歌もとても素敵で、もう歌い継がれてるね、うん、素敵な曲、はい、ね、で僕もほらクラリネットやってたから、実はクラリネットに種類があるってのは知ってるんですよ。お、種類があるんですね、はい、まあ、知ったかぶり、ちょっと気になってはいるんですよ、2本あるなと思ってまして、今日は持ってきていただきました、はい、ペーカンとアーカン、ほんのちょっと長さが違う、そうですね、分かりやすいようにあの両方ともマウスピースをつけて、あ、なるほど、普段はこれは外してあって付け替えて、あ、こういう風にね、はい、マウスピースは付け替えて拭くのが主流なんですけ ど、 ど、 ではどちらがベーカンですか、短い方が、短い方です、うん、はい、短い方が音が高いってことだよ ね、 そうですね、長くなると低くなる、じゃあ違う、アーカン、はい、2つでアッカンベーという覚えやすい、あのこの辺アップになりますかね、このね、僕はねこのキーのね、これがね美しいんですよ、すごく美しいの、あの形といいね、から機能的でしょ、もうこれも好きなんですよ、すごく綺麗ですよね、やっぱり、うん、プラモデルマニアとしてはもう作りたい、そういう見方ですか、そうなんです、分解してみたい、ね、それでもこれ以外にもあるんですって、ありますね、あのほとんどレミファソラシド、まあ、うん、フラットとか S とか S とかつきますけど、うん、ドを出した時に一応楽器なので、うん、あの全部ド C で F で全部の、要するにこうどんどん短くなっていく、うん、短、そうですね、短くなってどんどん大きくなります、あ、へえ、バスクラリネットっていうのはね、僕もちょっと、はい、見たりしたことあるけど、うん、であまりない、うん、で吹奏楽だとあの S クラリネットってもうちょっと小さい楽器と、あるそのバスクラの間のアルトクラっていうのが、あの、うん、はい、よく使われるんですけど、一番ちっちゃい楽器は25センチ、うん、やっぱりすごく音が高い、はい、アスクラリネット、アスクラリネット、今日は吹かない、アスクラリネット、それくらいの機械とかに、日本ではあまり見かけないですね、ほとんどないです、もう、ね、多分世界でもそんなに、オーケストラの映像を見てもあまり映らないですよね、そうですね、でも仮面舞踏会、あ、はい、出るらしいです、アスクラリネット、吹きにくくないんですかね、こんな感じだと思います指が細くないと難しそうですね、そうですね、太い指の人は、はい、諦めたいと思います、挟まってしまうかもしれないけど、面白いです ね、はい、ね、もう本当にちっちゃい楽器から大きい楽器はオーケストラの中で一番下の音が出るっていう、ファゴットよりも低い、そうなんです、それは知らなかった、オクトコントラバスクラリネットっていう、そのオーケストラで低い音程が出るっていうのでギネスにも載ってるって私も最近知りました、あ、 それはぜひ皆さんも調べてね、あの調べてみてください、こんなのがあるっていうのを見て、はい、そうですか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、尽きないですね、話、そうですね、はい、またぜひいらしてほしいですね、はい、ね、ぜひ、はい、はい、お待ちしてます、今回のゲストはクラリネット奏者の竹川理恵さんでした。ありがとうございました。それでは今週もお別れの時間となりました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さようなら。Thank you.
うん。